皆さんこんにちは、個別指導塾キャッシャー塾長の小林です。中橋です。はい、今回はですね、高校で逆転したい君に送る今すぐ大学入試に向けてすべきことということで中橋さんとお話ししていきたいと思います。もう最近はですね、高校入試もだんだん終わりかけていて、まあ、動画がいつ出るか分かりませんけれども、まあ、公立とか都立の入試も、まあ、3月の前半には、まあ、発表があるというような形になりますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。まあ、人によってはね、第一望勝ち取ってよかったという人もいるでしょうし、まあ、残念ながらちょっと滑り止めにね、進学するということもあると思います。まあ、高校って基本的に浪人がないので、はい、まあ、どこかしらにやっぱ行くという形になるとは思うんですけれども、まあ、そういった方の中にはですね、大学受験に向けて、まあね、挽回したいというか、ね、逆転したいというふうに思っている人もいるんじゃないかなと思います。なので今回そういった皆さんのために中橋さんがですね、まずこれから何をすべきかってことについて話をしてくれるそうでございます。はい、じゃあですね、まず今回の前提なんですけども、はい、やっぱり今回の話っていうのは、そう、高校で逆転するっていうのはそんなに簡単じゃないよっていうのが前提にあるんですよ。で、あとですね、今回の話なんですけれども、まあ、習慣の話と、うん、あとですね、実際にやるべき問題集とかどういう問題やればいいのかっていうのもお話ししていきます。はい、はい、じゃあまずですね、ちょっと本題なんですけれども、はい、聞きたいことがあるんですよ、皆さん。で、どういうことかっていうとですね、あなたは高校入試でしっかり勉強してきましたかってことなんですよ。なるほどね。そうそう、ちゃんと努力できてんのかっていう話なんですね。はい。で、まあ、ここでしっかりした努力っていうのはどういうものなのかっていうと、中1の時から継続して勉強していた。3年間。3年間。うん、はい。かつ、定期試験ぐらいの勉強は常にいい成績を収めていた。なるほど。かつ、最後に中3になってからは平日は4、5時間。うん、土日は10時間近くちゃんと勉強してましたかってことなんですよ。なるほど。で、まずこれができてないならはっきり言って努力不足です。ああ、そうですね。はい、はい、なので、まあ、今はですね、まあ、おそらく入試直後でモチベーションも結構上がってるっていう方も多いと思うんですね、この動画見てるぐらいなんで、うん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 、なので今すぐ学習習慣をつける努力をしてください。そうですね。はい、この春休み中にまず毎日ね、もちろん休みなんで毎日10時間って、ね、今すぐにはできないかもしれないですけど、うん、少なくとも7、8時間勉強してみるとか、そういうのやっていただきたいなと思います。で、なんでかっていうとですね、小林さんが以前の動画でもエグすぎるやつでお話ししてくださったように、最難関大学に受かる人たちって今の時点であなたのだいぶ前にいるんですよ、きっと。うん、そうですね。なのでこのぐらい今すぐに勉強しないと間に合わないんですよね、はい、実際。なので今すぐ始めていただきたいなと思っています。うん、で、逆にですね、ただこのぐらい勉強してきたのに落ちちゃったよっていう人に関しては、うん、あなたの努力は、素晴らしいです、基本的に。ただこんだけ努力しても結果が出なかったってことは何らかやり方がきっと間違ってたんですよね。そうですね。まあ、はい、例えば、まあ、つくこま落ちて改正を受かったとか、はい、そういう人であればちょっと話は別ですけどもちろんもちろん、例えばね、都立公立に落ちちゃったとか、うん、そういうレベルだと何が違ったんでしょうね。そうですね。なので、まあ、そういった方はやっぱり正しい勉強習慣をつけるっていうことを、やっていただきたいなと思うんですよね。で、そういった場合にはですね、まず一番は、まあ、うちの動画とか、まあ、他にもいろいろ動画とかね、うん、ホームページとかにもどうやって勉強するのが一番効率的なのかみたいな話っていうのは本当にいろんなところに書いてあります。だからぜひそれを見ていただいて、自分のやり方が間違ってたなってところは素直に受け入れて、はい、まあ、勉強方法を改善していただきたいなと思ってます。はい、ただやっぱり自力でやるっていうのは難しいので、うん、まあ、正直例えばね、今まで言ってた塾の先生に相談するとか、うん、あとはまあね、なんか、まあ、うちみたいな塾とかに正直相談していただくとか、うん、まあ、そういうのを利用していただくっていうのも正直十分ありなのかなっていうのは思います。高1とかね、今中3とかだと早いなって思うかもしれないんですけど、うん、さっきから言ってる通りめちゃめちゃ前に進んでる人たちがいるので、はい、今から始めていただくっていうのはかなり効果的だと思います。そうですね。はい、これぶっちゃけて言っちゃうと、もう問い合わせかなり来てるんですよ。中学受験の発表が出るもう前から、はい、もう発表が出た瞬間に、うん、面談お願いしますって、もうかなり来てます、申し込みが。その現中3、進行1のご家庭から、うん、まあ、要はそれぐらい意識の早い人はやっているし、まあ、それはね、もちろんその費用的な問題もあるんで、別にそのどこを使われるかいいと思うんですけど、やっぱ僕が一番感じてほしいのは、結構そうやって勉強頑張ってる人たちって、中学の頃塾に行ってる人が大半なんですね。そうですね。大学って結構まあ独学で受かるっていう人もまあ一部いるんだけど、やっぱり高校受験って、まあ、多分8割から9割ぐらいの子は、特に勉強頑張ってる子ですよ、塾行ってる子が多いんですよ。そうですね。そうすると、そのペースでね、高校1年生からもじゃ塾に行って、塾のペースで勉強していけば逆転できるかな、やっぱり無理ではなわけですよ。うん、やっぱり皆さん自身、塾のペースでやってって、それで受からなかったわけですから、受かった人はいいかもしれないけど、受からなかったなりに何か問題があったわけなので、その環境とか塾の面でもきちんと見直しをしたりとか、勉強習慣のやり方を変えるってことが必要だと思いますね。はい。
じゃあですね、まあ、次に具体的にやるべき勉強を、まあ、この春休みぐらいに絞ってちょっとお話をさせていただこうと思うんですけれども、はい、まず最初に言いたいことは、とにかく英語と数学をやってくださいということです。間違いない、間違いない。はい。はい、まあ、当たり前なんですけど、はい、で、なんで今すぐ英語と数学で勉強を始めるべきかというと、まあ、一つ目の理由はもう時間がないからって、さっきから言ってる通りですね。はいはいはい、もう最難関大学受かるような子たちはどん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 前に進んでますよということです。ただ、もう一個僕思ってることがあって、まあ、高校での環境を整えるために今始めた方がいいっていうことがあって、もちろんそれは勉強習慣が、まあ、今ついておくとその高校に入った後も続くっていうこともそうなんですけれども、まあ、今から高校って新しい環境に皆さん入るわけじゃないですか。で、そうした時に入学後に成績がめちゃめちゃいい子で周りからめっちゃ成績いいやつって見られると、もう自分が頑張るしかしょうがなくなるんですよ。なるほど。結構なので、まあ、周りからできるやつって思われるためにも今やっとくしかないんですよね。なるほどね。この後やってもそのイメージっていうのはなかなか変えられなくて、最初に頭いいやつがずっと頭いいやつのイメージでいくんで、大概なので今すぐ始めていただいた方がいいのかなと思います。で、そう考えると、まあ、理科とか社会っていうのはテスト前にめちゃめちゃ勉強すればいいですから、うん、英語と数学とかは逆に間に合わないんですよね、今から勉強してないと。なので、しっかり今のうちに、まあ、予習復習済ませておくべきなのかなっていうふうに思っています。はい、はい、じゃあですね、まず英語に関してお話を具体的にしていくと、まあ、やっぱりまずは単語と英文法を今の時期に身につけておくべきなのかなっていうふうに思ってます。うん、で、まあ、ターゲットとかの1200、1400のレベルとか、あとはシスタンのベーシックとか、まあ、このレベルは、まあ、この1ヶ月の間に本来は完璧にすでになっていてほしいんですけど、うん、なってない人は今すぐ完璧にした方がいいです。間違いない。はい。で、まあ、可能ならもしこのレベルが終わってるというか、まあ、8割ぐらい終わってて確認しっかり2週間できたら終わったという人は、もう後の残りの時間を使って、ターゲットの1900か、まあ、シスタンの普通のやつを、はい、やっていただくとすごくいいんじゃないかなと思います。確かに、ね、はい、高校1年生 の, その夏休みまでに、夏休み手前ですよ、までに、うん、シスタンとかターゲット1900が、まあ、9割方分かるようになってると、うん、マジで高校英語楽ですよ。本当ですよ。はい、高3の夏とかに必死になってやる人がいっぱいいるわけですから、うん、それを高1の夏まで終わらせれば本当に楽になるので、絶対にやった方がいいです。やっぱ単語が分かってると授業が分かるから、授業が効果的になるっていう部分もあるんですよね。単純にどん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 英語能力が伸びていくので、絶対今身につけた方がいいです。そうで、他の人が後から必死になってなんか書いたりなんだりして、まち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 覚えた忘れた覚えた忘れたとぐちぐちやってる間に、自分はもっと先の勉強に進みますからね。はい。で、次にですね、文法に関してなんですけれども、まあ、高校のレベルの問題集でいうと、東進のレベルは一度1、2ぐらいまでは完璧にしておいた方がいいです。うん。で、まあ、これは一応中学レベルの英文法でもあるので、まあ、最悪その中学校の高校入試で使ってた英文法の問題集とかでもいいです。はい、ただ、このレベルが逆に身についてないってなると、その高校でやる英作文とか英語長文の読み方とかに悪影響が出てくるので、確実に。確かに。絶対にやっておいた方がいいです。うん、で、もし可能ならなんですけど、僕はスタディサプリの、英文法のスタンダードレベルとかも全部見ていただくと本当はいいのかなと思います。で、やっぱりその学校によって授業のいい悪いって、まあ、まちまちなんですけど、なんとなく分かった状態で授業を聞くと結構効果的になったりすることってめちゃめちゃあるんですよね。で、まあ、やっぱ関先生の授業ってめちゃめちゃ分かりやすいですから、うん、関先生の授業とりあえず、まあ、40何校があると思うんですけど、はい、全部聞いていただいて、はい、まあ、可能なら、まあ、ポヤリンスの英文法の1ぐらいまで一通りやってもらえると、まあ、ちょっと1ヶ月じゃ厳しいと思うんですけど、うん、まあ、ゴールデンウィークとかまででもいいのでやっていただくと、めちゃめちゃ効果が上がるんじゃないかなと思います。はい。で、まあ、中学レベルで不安が大きいということであれば、中学総合復習の講座もあるので、スタサブ受けていただくといいんじゃないかなと思います。はい。で、今、中橋さんが言ってくれた、一周全部やっとくのが大事って言ったんですけど、これむちゃくちゃ大事です。これなんでかというと、関先生の教え方がですね、普通の先生、いわゆる学校の先生の伝統的なやり方と若干違うんですね。そうですね。なので、全部見とけば結局同じ範囲やりますから、うん、先生が、関先生が言ったのはこういうことかって、こう、学校の先生がね、教えてくれるのが入ってくるんですけど、学校の例えばなんかちょっと先取りだけすればいいや、みたいな。うん、そういう甘い考えだとこうずれたりして分かんなくなったりする可能性があるので、うん、もう先にガツンってやっちゃうのがめちゃくちゃ大事です。はい、はい、じゃあ次数学お願いします。はい、数学なんですけども、まずは中学範囲の復習をしてください。で、特に関数と方程式の分野に関してはめちゃめちゃ重要です。っていうのも、この分野が分からないと高校数学何にも分かんないです。間違いないですね。はい。でも結構不等式とかだと分かんないのも高校に入っちゃう多いじゃないですか、実際。いや、いますね。マイナスかけたら逆とかね。そうですね。で、結構そういうあたりが怪しいこと
だと高校で何言ってるか数学いきなり分かんなくなるんですよ、うんうん、で当たり前のように使われるんでそういうのが、なので絶対に、その部分の抜け漏れはないようにしていただきたいなと。確かにで、まあ、それは普通に高校の、入試で使ってた問題集でもいいですし、あとは、まあ、授業受けた方がいいよって方はスタサブ の、 その中学の総復習の講座とかあるので、うんうん、こちらも受講していただけるといいんじゃないかなと思います、はい。で、あとですね、まあ、数学に関してはできればやっぱ 1A ぐらいまではやっておきたいっていうのが本音なんですよね、うん、で、そうするとですね、まあ、初めから始めるの 1A ぐらいまで、まあ、読んでいただくとか、ちょっと問題演習の多い方がいいなって方は、まあ、入門問題成功とか、そうですね、ざっとやっておいていただくといいんじゃないかなと思います。あとですね、まあ、計算練習とかも本当はねやっておくと僕個人的にはいいかなと思ってますね、うんうん、計算が早いと単純に、まあ、授業についていくペースも早くなってきますし、自分自身が、あとは、まあ、問題演習の量も増やせるので、今やるのに非常に効果的なものなんじゃないかなと思いますね。はい。あと、まあ、まあ、自分でですね、まあ、ここはあくまで独学の話を基本的にしてきてるんですけど、まあ、厳しいという方は、全然そのスタブの、まあ、スタンダードレベルの1A とか見ていただいてもいいと思いますし、こちらに関しては英語と違って、まあ、徐々に見ていっても、ある程度効果が発揮するものだと思うので、まあ、今のうちにできるものからしっかりやっていただけるといいんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございます。まあ、本当にね、ちょっと中井さん控えめに言ってくれましたけど、はい、申し訳ないんですけど、高校受験をしている時点で勉強って遅れてるんですね。そうですね。はい、僕自身も高校受験した人間ですけど、もう数学ついていくのがもう大変で大変で仕方なかったですよ。実際にうちでも別にあれですよ、改正とかそういう進学校ではない中高一貫の生徒とかが中学生の頃からうちで勉強してくれてるんで、もうねスイッチへのアホちゃんと思って終わってますし、もう共通テストの英語取っても解かせたらですね、中3なのに8割とか取る子がいるわけですよ、うん、もう そういう人たちと皆さん戦わなきゃいけないですから、まあね、ちょっとせっかくねこれから新しい新生活の中で脅しちゃって申し訳ないんですけど、まあ、ぜひね頑張って勉強を進めていただければなというふうに思います。ただ本当に今まで中学時代に一生懸命こう勉強できていなくて、それで高校で逆転しようっていうなら、もうそもそも高校に入る前からもう本気でやりまくって当たり前ですから、中学でできなかった、要は過去にできなかったことをね、やり遂げようとしているわけだから、もう並々ならぬ、ね、努力でぜひ立ち向かっていってほしいなというふうには思います。はい、ということで本日は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。はい、では今日のプチ切れなんですけれども、テーマなんでしょうか。はい、最近よく質問いただくんですけど、はい、今から〇〇大学〇〇やったら受かりますかって質問です。毎年ね、そのこう受験が終わって、その、はい、あと1年だみたいになるといっぱい来るんですよね、はい、あと今来るのは夏休みとか、そのみんなが勉強を始めて来るんだけど、まあ知りません。はい、まずプチ切れポイント、知りません。それはもう人によって、ね、何をやれば伸びるかとか、そもそもその参考書があなたに適切なのかわからないですので、僕にいくら聞いていてもわかりません。でもう毎週のようにですね、毎週っていうかもう毎日のようにですね、僕のツイッターの DM に今こういう勉強してるって来るんですけど、わかりません。正直わかんないです。わかんないです。普通にうちの塾にね入りたいというご相談であれば、ホームページのお問い合わせから入れなきゃいければいいと思うし、まあ当然ね、塾に通えないという人もいるだろうから、学校の先生にまずはぜひ相談をしてみていただいて、はい、ちょっと僕に聞かれても分かんないですし、そんなね3行4行でね、いやあなたはどこどこ受かりますよって言ったら超無責任人間じゃないですか。そうですね、そんな人間になりたくないので、残念ながらそこは分からないというのが結論です。